はい、みなさん、僕、クゲームでございます。今回は、セーフ入れ2019マイクラブ動画の方やっていきましょう。ということで、メンテナンス明けでですね、来ましたね。こちら、FP ガチャの方がね、2つ来てて、まあ、計、えー、合計6回分引けるということでね、早速引いていきたいと思います。まあ、ちょっとね、軽く選手の方も見ていこうと思います。まだね、こちら、週末試合の方からですね。はい、こちら、まあ、ワンシーズがかなりいますけどね。まずは、アグロ。 えー、総合値92と、いやー、強いね。えー、スピシュン系2位ずつ上がっており、ボディコントロール高い、もともと能力高いからね、ただオフェンス、センス、えー、ドリブルですね、これ5上がってますからね、両方。まあ、スタミナがちょっと低いのはあれだけど、今週ライブアップで A だしね、アグエロすごい使いやすそうですね、チェイシングも知恵、ルーレットあるし、OK ということで、そしてフィルミノですね、この選手、 え週末試合では初かな、えーと。クラブセレクションで確か、えー、自分当たったんで、ただこちらのフィルミノをちょっと狙っていきたいですね。今作フィルミノすごい使いやすいんでね。欲しいな。アプリにはね、まだ FP 来なかったね。それも少し残念だけども。そしてフェルナン・ジーニョ、えー、ハードプレスで CMF87。ま、DMF とかで使った方がよさそうだけどね。いやー、強いなー。<laughs> 強いですね、普通に。ワンパ持ち、インターセプトも、いやー、えぐい能力えぐいわ、これ。うん、やっぱここの3人、特にやばいかな、この中でも。そして、パーティー、トーマスパーティー、アトレティコですね。ハードプレス、右サイドバックもできるというね。はい、この選手も、もともとディフェンス系の能力高いですけど、えー、ボールダッシュ、ディフェンスセンス、えー、5ずつ上がっており、ボールコントロール能力も高い。 えー、インターセプト、スキルはそんなに多くないけどね、ただインターセプト持ってるのはやっぱりでかいですね、ハードプレスで、まあ、潰し屋的な感じでね、そして、えー、ジョン・ストーンズ、センターバック、サイドバックできると、えー、スピードが5上がってるのは一つ魅力ですね、今晚は4だけど、まあ、今週はライブアップでここにいる選手は、えー、基本的には A なんでね、まあ、フィルミの B ですけど、はい、ということで、えー、お次がセフィロービッチ、ハリス・セフィロー、セフェロビッチですね。 えー、キック力、スピシュン、えー、フィジカルコンタクトやばいな、めちゃくちゃ上がってますね。ベイフィカの選手。そしてウィリアン・ジョゼ、えー。これ確かレアルに勝ったんだよねそう。勝ったんで、レアル・ソシエダカがね、あのー、なんだっけ、20ぐらいで勝ったのかな、確か。まあ、カテミロがちょっとレッドカード出しちゃったんでね。あれが試合分けたかなっていう感じありますけど。そしてダビロ・ロペス。 うんディフェンスセンスポールダッシュで、えー、DMFCB、まあ、もできる 185cm チあ瞬発はそんなに高くないのかヘッダーインターセプトはいそしてグリマルドグリマルド前も確かなったよね FP これでもあれかクラブセレクションの方でなったのかな確かベンフィカの、うん、ダブルタッチワンパーサイドバックで持ってるのは非常にすごいですねでトマスピナー えー、この選手がグランダーパス、ああまあ、オムフ系みたいな能力ですね、ハードプレスで CMF。はい、そして、アレックス・ RX、ガルシア。うん、中盤のところ、えー、どっちもできると、レベル65あ。ただね、やっぱこうやって見ると、アグエロ、フィルミのフェルナンジーノ、トーマス・パーティーあたりかな、あとはストーンズ。でも特にやっぱ、フィルミのアグエロ、フェルナンジーノ、この3人はぐん抜けてる感じありますかね。ということで、引いていきましょう。 いやーこれアプリに来なかったのもね、今週来るかなと思ったけどね。まあでも PS4 の方ね、ようやくライブアップデート来たんでね、また。ライブアップデートない期間ね、やっぱりなんかちょっとこう、チームのところもね、メッシー今週なんで、おこれはまず、さあこ、これは、これは、これは、あれあれこれは、フェルナンジュニョーいやーでかい。でかいわ。 ライブアップで A で、えっと、DMF っていうのはなかなかね少ないから s i m フ。DMF。うん、DMF かな、今回使う。まあでも、ボランチ中盤のハードプレイどっちで使うか迷うね。普通に CMF でも強いか。いや、いいですね。このバランスの取れた能力。スタミナあるワンパ、マンマーク、インターセプトで。シュート系もあるしね、そこも狙っていけると。いや、いいね。まずは、し、え、ょ、ー、っぱなからフェルナンジーニョ。でかいね。まあ、黒出すのはね、まず前提で狙っていきたい。 これでアグエルあたりとか引いてもすんげえでかいんだけどねすんげえあこれはリーガエスパニョーラなんでウィリアン・ジョゼ説が出てますねウィリアン・ジョゼ説があ違うパーティーかあパーティーもそうだパーティーもおるからかオッケーオッケーちょっと守備系の DMF 系というかうんディフェンス能力の高い2選手がアフェランジーノに続いてパーティーが来たとい,やいいですねパーティーもボールダッシュ5上がってますしディフェンス説も5上がってる ボールコントロール力もあるから、いやー、まあ、パーティー右サイドバックとかで使うのもありかなって思うけどね、ちょっと迷いますね、そこは。でも今作中、今週か、中盤にはそんなに、あのー、中盤足りない感じにはならなそうだね。ライブアップデーが、そんな悪くない選手、揃えられそう。さ最後、ラスト。ヒルミナはもともとね、スパサブじゃねえや、あのー、フラブセレクションで当てたのいるんでね。 まあそおお来たじゃないこれ。あげる来たあげる来たあげるあろ,上ろよーしあげるですね。いやー嬉しい来たさあ、あげろー総合値9人センターフォワード。いやー狙ってる選手来たオフェンセス数5上がってんででかいね。スタミナは確かにそんなにね、そう最初にも言ったように高くないけど、いやーめちゃくちゃ当たりじゃない今回まず、週末試合の方。 強いよね、まあ。レベルもまた上げていきたいよね。ボディコンが2位上がってんのもでかいんだよな。90乗せてんのも。本当に、あの、今まで出たセンターフォワードの中でも、元々のこの、なんていうのかな、総合値レベル3 1点のかなり高い方なんでね。いや、嬉しい。さあ、そしてこちら、えー、っと、フランスのリーグの方のね、来ましたねそう。これにね、僕の欲しい選手がいるんですよ。もうち、ちょっとね、先にその選手を見ていきます。はい、もうこちら、ムバッペ。 キリアン・ムバッペということで、もうこの選手ね、FP 一回も当てたことがないと。スピード5上がってんのか。いやー、これでっかいな。ドリブル能力も決定力。まあでも、レベルがね、結局あの67まで上がるんでね、ある程度の能力は相当高くなるんですけどね。ただ、欲しい。欲しいなそう。今まで過去2回ね、あの週末の方で出てるんですよね。ただ、ここで出てきたのは初ですね。ただネイマールがいないんだよな、これ。 ネイマールがいないのはちょっと痛い。そしてまずはこちらから見ていくか。えー、パイエーですね。こコチ91。いや、あのね、こっちのね、あの、なんていうのかな、まあクラブセレクションでは今回ないですけど、リーグの,あのセレクション、セレクションというかね、あれですけど、ここのやつね、週末試合の方よりも比較的上がってるんですよね。全選手の能力。そう、だからそこも魅力だね。えー、デパイ。デパイ当たったらでかいよ。 キック力7上げてるか。スピードも7上げてますね。でこの選手、そうやね、スーパーサブなんで、いやあ、えげつなさそうだな、デパイも。はあ、そしてムバッペですね、先ほど見た。いやー、もう一番惜しい。もうムバッペはずっと2018からもね、使ってる選手なんで。そしてハズリ。ね、この選手は、まあ、でもそんなあれか、オフェンス系のボールコントロールが高いけど、スピシュン系はその点がオムフで、まあ、たポジション選んな時できるね。 そして、GK、メンディー。はい。そういや、あっちの方、ゴールキーパーいなかったな。一人も。えー、ロマン・トマ。いやー、でもまあ、ここ、あれだろうね。やっぱ、上の選手が一番になってくるだろうね。う、えー、この選手、強い。サバ、サバネルああー、でもそうか。ディフェンス系が中盤のところ低いのか。で、ナイス、ナイム 3D。 えー、ドリブル能力は高く、ダブルタッチ持ち、左ウィング。えー、ライブアップで、そうか、C か。フランスの方はね、試合の方はまだ合ってないんだよね、多分ん。うん、やっぱあれかな、これは、ムバッペかな、ムバッペデパイ狙いになってくるかな、でも、ボスキリアも強いな、レベル58まで上がって、元々からこの能力、悪くはない、えー。ニコラ・ペペ。 やっぱここはめっちゃ上がってんね。てか、このクラブセレクション系というか、リーグセレクション系。はい。ああ、サンガレ、すげえ、センターフォワードと、あの、ボランチっていうね。こんなパターンもあんまないけどね。ハードプレス191センチ、21ああ、でも強そう。普通に。育て上げたらなお強そう。<laughs> この選手、なんかめっちゃビエラ系の匂いするけど、能力的に。はい。そしてサマンゴドス。うわ、え なんかすげえな、ドリブル能力と、ドリブル能力じゃねえスピシュン系からボディーコントロールもかなり、本当に突破系ですね。ラインブレイカー,、えー。で、グルニエ。ここはそんなにでも高くないか。金になってくると、やっぱりそんなに高い系、ここにクラブセレクションというか、リーグセレクション系でもそんなに高い選手は少ないかな。いやー、ムバッペ惜しいな、マジで。アレクサンドル・ジック。はい、はい、はい。 うーん、フランスはマ野。ポジションいろいろできて、まあ若い選手多いね。そして。ただね、混乱が低いんでね、そこは気になる。混乱が低いからなさあ、といった感じか。いや、でもやっぱムバッペ、デパイあたりかな欲しいってなると。んここの二人、まあ、パイエとかもまた面白そうな努力してますけど。 この3人ね、特にムバッペはもう僕ずっと欲しかったんでというか、欲しい、欲してたんでね、ムバッペは。あの、週末試合の2回で FP 当てれなかったんでね。その分頼むムバッペを恵んでくれ、神様ウイレの神様、僕に FP ムバッペを恵んでください。ただ、退場選手がめっちゃいるんですよね、これ。めっちゃおるから、うーん、そうだね、簡単にはいかないよな。 サバニエル。サバニエル。この選手は、えー、っと、チャンスメーカーで、ポジションが、えー、っと、右サイドハーフ、中盤、ウィングもできる。す,すげえ、力上がかかってた、ね。ボディゴンド11上げてる。んただ、中盤でディフェンス系の能力は少ないんだね。やっぱ、サイドハーフとか、まあ、ウィングで使う。まあ、ウィング、どうだろうな。ウィングって感じの能力だよね。中盤の登録ではあるけど。 うわ、もう一回終わっちゃったのか。いや、もう一回終わっちゃったのか。頼む。これでムアッペ出したら、出したらもう今週、紙引きと言っていいですよ。アグエロも出して、フェナンジーのトーマスパーティーも出してるしね、向こうで。あー、これは、キーパー、メンディーメンディーかな、これ。うわー、最後になってしまったか。とりあえず一番上の段の選手ね、狙っていこう。あ、あ、そうか。ボスキリア。あれこれ、キーパーじゃない。 一瞬キーパーのあれに見えた。何ていうの足元だけ見て。違ったね、えー。スピード瞬発ボディコン。そうね、さっき見た選手か、えー。オムフもできる。ただな、ただな、ここはなー、ムバッペを頼む。弾かせてくれー。頼む。ちょだいムバッペ。ムーバッペ。ムーバッペ。ムーバッペ,ーバッペ。お、なんかちょっとロード長かったよとかいいやつね。ムーバッペ。 ムーバッペー、ムーバッペー、ムーバッペ,ーーバッペー、あーダメかこれ。ダメ、ダメ臭いっすね。<laughs> ダメかムーバッペー来なかったか。FP ムーバッペ当てたかっただけだけど。おーでもデパイ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 デカイデパイデカイムーバッペーは来なかったけど。いや、デパイデカイよ。そうだって上がめちゃくちゃ上がってますもんね。いやーデカイ。いやーよかった。 いや、これ良かったんじゃないか。週末試合の方も合わせて。もう狙いのムバップは引けなかったけど、スパサブ持ちですし、いや、いいですね、デパイ。キック力もある。これミドルシュートめっちゃ入りそうじゃないドリブル能力も高いし、レベル47だがら流れ24歳若いし、OKOK。いやー、でかい。でかいわ。デパイ、でかい。はい、ということで今回ですね、えー、クラ、まあ、リーグセレクションというか、あれの方と、 週末試合の方を引かせていきました。いや、でも良かったんじゃないか、総合的に見て。最後ね、出っ張り引けたことでね、さらに良くなったかな。あれでムバッペ引きてたらもう、超超超超超、超引きでしたけどね。はい、ということでね、今回、えー、この辺でね、動画終わって、また次回、試合とかもね、やっていきたいと思います。今回ね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。